トカシキカツオのトカチャンネル。はい、今回はトカちゃんの週刊ボクシングニュースです。はい、この方はですね、まあ、僕より6歳上ですけども、僕が世界チャンピオンなった頃かなる頃かちょっと忘れましたけども、まあ、その頃のだほぼ同時期の世界チャンピオンですよ。世界ミドル級の、ね、元世界チャンピオンマービン・ハグラー、この人もすごかったな、まあ、このすごかった世界チャンピオンが、まあ、66歳で亡くなるという、ね、死去ということでびっくりしましたけども、本当にマービン・ハグラーがいたからミドル級の、価値というか、ミドル級戦線、ね、ミドル級この下の階級から2階、3階級、4階級、5階級として上がってくる選手たちをこの ミドル級でほとんど止めていたと。マービン・ハグラーに勝てずみんなそこで止まってたっていうのが結構ありましたからね。大きな壁でしたね当時のね、ミドル級の本当に最強、今でも最強と呼ばれるぐらいのレベルですよ、マービン・ハグラー。これはこの人はすごかった。そして人間的にも本当に優しい人で、人間的な評価もすごいありますよね。プロモーターのね、世界的なプロモーターのボブ・アラム氏もね、本当に真摯な素晴らしい選手だったと言ってますしね、オスカー・デラホヤも、6階級制覇したオスカー・デラホヤもですね、リングに上がった人々の中で最高の一人だった。そうやって皆さん本当に評価を高いです。まあ見るからに、ね、ちょっといかつい強そうな感じには見えるんですけど、まあ確かに強いんですけども、その強さの中に優しさがすごいありましたよね。で、紳士っていうのがなんか見えるような、選手でしたね。リングの上ではね、荒々しくても、リング降りたらね、爽やかで優しい、これがボクシングの世界チャンピオンだっていう、もう本当に世界チャンピオンの中の世界チャンピオンみたいな選手でしたね。なんせ、下から上がってくるスーパーチャンピオンたち、ロベルト・デュランやね、トミー・ハンズとかをね、あんなスーパーチャンピオンたちがもう、ハグラにやられるわけですよね。まあ、唯一勝ったのがレナード、シュガーレイ・レナード、ね、オリンピックで金メダル取って、そしてプロに入って世界チャンピオン5階級制覇した2団体の頃の5階級ですよ。かなり価値ありますよね。その選手がマービン・ハグラに唯一勝ったというね、マービン・ハグラ このミドル級でみんなストップしてたっていう、それぐらい強い選手でしたね。この人はまあ残念ながら亡くなったんですけども、まあ、本当に、ボクシングの国際ボクシング殿堂入りも果たしてますし、なんせこの62勝52 KO 3敗2分けすごいですよね。これ67戦してですよ、3回しか負けてないんですから、すでにもう9割近い KO 率ですよ。まあ、この人が亡くなったということで、ね、途中から引退してからはね、映画の世界で結構主役とかもやったりしてね、芸能界にもたくさんの、仲間とかいますよね。で、ボクシングのファンもいるし、芸能デビューした時のファンもたくさんいるという、本当にボクサーとしての、価値と人間的な財産、人間的な、ね、素晴らしさ、本当にボクシング界にとって、財産だったと思いますね。まあ、この選手の輝かしいファイトは、まあ、今いる、ね、人たちも見て絶対分かると思いますから、ぜひビデオとか、ね、見て、マービン・ハグラー対ロベルト・ゼラン、マービン・ハグラー対、シュガー・レイ・レナード、マービン・ハグラー対、トミー・ハンズ、ね、他にもいたと思います。ムガビだとか、なんか強い選手がね、そういう選手 のビデオが、ね、出てると思うんで、ぜひ見てください。もう名選手です。本当にガチッと、ね、サウスポーですけどね、きちっとガード上げてね、かっこいい選手でした。本当に残念ですけども、本当に冥福をお祈りします。恥ずかしくないような世界チャンピオンを作っていきたいと思います。ね、本当に紳士でね、かっこよかった、はい、恥ずかしくないようなマービン・ハグラーみたいな選手作りたいですね、うん、続いてのニュースです。これは、まあ、ボクシングの試合とか、ね、そういうものではないんですけども、ボクシングのダイエットゲーム、ダイエットというか健康的なゲームというかね、
これを見ながら、ボクシングの練習ができるというやつですね。まあ、ダイエットもできると思いますよね。フィットボクシング、もう進化してきましたよね。もう外、今ねコロナでなかなか出ていけないということで、そういう意味ではこれ家でね練習できますよね。CM にはこの横浜流星さんがね出てますね。空手のチャンピオンだったっていうね。ちょっと CM 見てみましょうか。ね、こうやって画面見ながらこう画面が教えてくれるんですね。その通り一緒に真似して動くっていう感じですね。こうコントローラーを持ってそれを正しい動きしてるかどうかっていうのが分かるというのは、これ家族でできますね。今こうやって見てると横浜流星さんと女性のねモデルさんみたいな人がこう一緒にやってますね。これ家族でもできるし、まあ、外で出ていけないならこれ家でこうストレス解消にいいですよね。それでこれでねちょっとボクシーの形が覚えれば、コロナ終わったらこれ外行ってジムにね行って実際にサンドバッグ殴ったり、殴り合いの練習したりみたいなのが興味湧いてきますよね。そういう意味ではこれボクシング界の発展にいいんじゃないですか。ボクシングのプロボクサーが増えるかもしれませんよね。横浜流星さんはねボクシング映画もやってるからね、なかなかうまいですよね。もともと空手のチャンピオンですから、この打ち方は大体ねもうプロ並みですからね、いいですよね。まあ、横浜流星さんもなんか爽やか系になりましたよね。俳優になってからまだやっぱり空手上がりでこう睨むようなねちょっとガシッとしたギラギラしたような感じがありましたけど、今はなんか爽やかな青年になってますよね。まあまあね、その戦いの世界から、まあ、同じ戦いの世界でしょうけども俳優さんもでもまだちょっと違う形ですからね、ニコッと笑う笑顔もあったり、まあ、そういう世界ですから、もう顔の目つきはだいぶ変わりましたね。格闘家としての目つきじゃなしに俳優さんとしての目つきになってきましたね。でもまあこの人がこうしっかりこうなんていうかな興味持って認めたようなゲームソフトでしょうから、これいいんじゃないですか。ちゃんと避け方も教えてくれるし、これ運動的にいいですよね。楽しいですね。家族とか女性のダイエットとかもね自宅でできますから、これいいんじゃないですか。これぜひテレビに設置すればできますからね。楽しいですね。ああこれだんだんこの慣れてくると速くなったりこうレベルアップとかができるんで、これかなり覚えてコロナ終わったら本当にボクシングジム通いたくなりますよね。ということはボクシング人口が増えてボクシング界発展にいいんじゃないですか。このゲーム面白いね。竹原君、畠山君とねやってるぶっちゃけチャンネルでもこれやってみようかなと思いますね。いいんじゃないですか。これ楽しくできますね。これなんか大勢でも一緒にできますよね。世界チャンピオンが高得点取れなかった恥ずかしいですからね、やめておきましょうかこれまあいいんじゃないですか。これ楽しむにはね、今ストレス解消にボクシング やろうとかいう人が外に出れないんだったらこれでね遊びながらできていいんじゃないですか。家族で楽しみましょうよね。横浜流星さんありがとう。